なるほど、強い力だ。力は心が生み出すもの。人の可能性をお前たちは示したのだ。いいだろう。お前たちが帰る場所の霧を晴らそう。我が望みは人の望み。人が望む限り私はいつでも現れよう。私はいつでもすぐそばにいる。お呼びでないクマ、クマたちが絶対させない。どちらになるかはいずれ時が示そう。新たな可能性の子らよ。足立さん、あいつに操られてたのかな。さあ、望んでた面もあったと思いますが。なんだよ、これで終わりか。別にいいよ、君らは君らで考えた通りに生きりゃいい。未来を変える力ってのが君らにはあるって言うんならさ。んなもん誰にだってあんだよ。さあな、行けよ。僕はもうダメそうだ。ここでシャドウにでも食われてやるさ。構うな、もともと僕を殺しに来たんだろう。ちげえよアホが。ここに瀕死のてめえ置いてって、いつか死体が上がって、そんなん何になんだよ。つまんねえ遊びは終わったんだ。てめえは連れて帰る。生きて裁きを受けなよ。それが現実のルールってもんだろう。そうか、そうだな。堂島さんもそれを一番望んでいるでしょう。どうも、堂島刑事から連絡を受けています。容疑は山野真由美、小西咲に対する殺人。以上でよろしいでしょうか。間違いありません。了解しました。下に救急車を呼んでますが、ここから担架で運びますか。救急車、堂島刑事が必要だろうと。容疑者を手厚く保護してほしいと、そのあくまで個人の要望として頼まれましたので。相棒だったもんね。では担架をお願いします。了解しました。長かったな、ここまで。けどまあこれで俺たちの勝ちだ。
なんすかこれ。なになに。じゃあいくよ、せーの、やったぜ。あー言えよ。いや、今のいきなり合わすってのはハードル高いと思う。今のどこに合わせればよかったんですか。王のどこ。もう一回やるしかねえんじゃねえすか。こういうの二度目とか締まらねえな。じゃあほら里中、もう一回やれよ、さっきの変な掛け声。変とか言うからやだ。あの人目もありますし、この状態で長いわ。なんか手が汗ばんできちゃった。もう仕方ないクマね。じゃあここは先生、一つ頼みます。こういうの終わった後じゃなくね？出発の時じゃね？いいじゃん。